今日はリッチやからな、あこれ行くわとか、ね、生意気に今日はこれしか出てあかんわ、50円しかないから何も買われへん、おととい買えって言われいいなぁ、そういうやりとりがね、生意気や今の厳しすぎれば口出しやからちゃうかでもこの辺の子可愛いでしょ、またまだな、生意気や言うても、まだね、うちの達者なんかあまりおるけど、もうどうしようもないよ、小バカにしたようなやつがおるから、もうそれは大人の立ちの悪いのが強いよ、立ちの悪いでも、まあまあ、ここら辺の子供は割とまだ素直やわ、大体ね、商売人の子供の方がもうあの商売しとうからな、商売しとう、そのもう大人連れしとうから、だから普通の家の方の方の子供の方が扱いやすい。いらっしゃい、どうぞ。ここはクレープ2つ。ここはクレープ2枚。はい。持って帰る？食べる？今食べます。今すぐ食べる？はい。ここに340円です。